山本優の代は、大阪府大阪市、大正区出身のプロ野球選手、宇藤右内、横浜 DNA ベイスターズ所属。ジップが、シニアリーグの大正リトルシニアでコーチを務める。影響で、大阪市立伊豆沖田小学校時代に野球を、始めると、大阪市立大生徒中学校時代に、大正リトルシニアの保守として活躍した。DNA に同期入団した。 坂口康介は中学校の一つ、後輩にあたる。京都商栄高校への進学後は、同期の石原兵が保守だったことから、外野手として活躍した。石原とクリーンアップを組んだ3年時の夏には、第98回全国高等学校野球選手権、全国大会に出場。湘南高校との初戦で、浜谷翔太から安打を一本放ったものの、 チームは1から9というスコアで敗れた。野球部には1学年先輩に小野寺団がいる。NPB 球団への入団を目標に、高校からの卒業後に中部学院大学への進学を予定していたため、入学前に野球部の練習へ参加。しかし、ここでは NPB を目指せないと感じたことから、入学を急遽断念した上で、高いレベルの練習環境を求めた。 その結果、2017年からベースボールチャレンジリーグへ加盟したばかりの市が、ユナイテッドベースボールクラブへシーズン途中の5月に入団した。背番号は3。入団後にポジションを保守に戻す。2017年シーズンの開幕から1ヶ月遅れての入団にもかかわらず、持ち前の強権を武器に、正保守の座を確保。リーグ戦56試合の出場で、打率。 294、日本類が、盗塁阻止率、448を記録した。2017年の NPB ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから9巡目で指名。支配下登録対象選手としての指名では最後で、あったが、契約金1700万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は50。滋賀所属の選手が、 NPB のドラフト会議で指名された事例や BC リーグ加盟球団に所属する高卒1年目の選手が NPB のドラフト会議で支配下登録対象選手として指名された事例はいずれも初めてであった2018年新人合同自主トレーニングの初日に体調不良を訴えたため病院で診察を受けたところインフルエンザ A 体の感染が判明その影響で 1>, 1月11日に予定していた NPB 主催の新人選手研修への参加を同期入団の新人級選手と共に見合わせた。2月の春季キャンプからチームに復帰した。開幕後は5月25日の対東京をヤクルトスワローズ戦の9回裏に、守として一軍公式戦にデビュー。8月19日の対広島東洋カープ戦8回裏に、 代打で一軍公式戦の初打席を迎えると、一軍での初安打を、飯田哲也からの代打二点本塁打で記録した。その直後に出場選手登録を抹消されたが、未成年でありながら、4月から3回にわたって、飲食店で飲酒していたことが抹消中に発覚。8月30日には、球団からこの件で厳重注意を受けるとと,ともに、シーズン中の外出が禁じられた。 結果として一軍公式戦への出場は2試合、アンダーは上記の本塁打だ,だけにとどまった。2019年5月3日にシーズン初の出場選手登録を果たしたが、一軍公式戦2試合に出場しただけで、同月7日に登録を抹消。抹消後の5月23日には、イースタンリーグの対ヤクルト戦7回裏の打席で、鈴木優太から頭部に支給を受けた。 その影響で一時戦線を離れたものの、6月11日に PC リーグ選抜との練習試合で実戦に復帰。7月下旬から一軍に戻ると、8月28日の対ヤクルト戦延長12回裏に西満塁からその日唯一残っていた野手として代打出場し、星ともみから右翼前にサヨナラ安打を放った。2020年2軍では星として 最多出場を果たし、274の打率を残すも、一軍出場は2試合、3打数ノーヒットにとどまった。2021年、自身初の開幕一軍入りを果たすも、目立った活躍を見せられずに4月25日に降格した。その後、6月22日に最昇格を果たすと、直後に、正捕手である伊藤光が腰の違和感を訴えたこともあり、 スタメンでの出場機会が急増。6月25日からの首位阪神3連戦では、全27イニングフル出場でマスクを任され、高リードでチームを3連勝に導く活躍を見せた。二塁への早球タイムが最速で1秒8台前半を記録するほどの強肩を、滋賀時代から高く評価されている。ありがとうございます。